フリッツ・クーン、フリッツ・ユリウス・クーンは、アメリカ合衆国のドイツ系政治運動家、政治家。ミュンヘン生まれのバイエルン人。第一次世界大戦では、ドイツ陸軍に応唱して、西部戦線、東部戦線、バルカン半島、イタリアの戦線に転戦し、戦闘で負傷し帰国した。戦後ミュンヘン大学に進学して、科学を専攻。在学中に、 同級生の上着のポケットから盗みを働くなどの事件を起こして、禁庫4ヶ月の実刑を受ける善科を持つ。1921年に、ナチ島に入党し、1923年に、メキシコに移住するが、同地でも金を騙し取るなどの犯罪に手を染め、その金を元手に1927年にはアメリカに移住し、フォード社の技術者として入社している。 1933年に、新生ドイツの友に入会。1935年末以降は会長を務める。1936年4月に、ドイツ外務省の命により、新生ドイツの友が解散させられると、同日に、ゲルマン主義による、ドイツ系アメリカ人協会を自ら設立した。ニュージャージー州とニューヨーク州を拠点とする、この団体は、親なち。 反ユダヤ主義を唱え、アメリカ共産党、アシュケナジムユダヤ団体と対決を繰り返した。彼はドイツでのベルリンオリンピック開催の際には、相当アドルフ・ヒトラーとの越見に成功している。その後、アメリカの第二次世界大戦への介入に、しきりに反対を唱えていたが、議会の会員比例活動委員会に告発されて5年の、刑を言い渡され、ドイツ系アメリカ人協会も、 1941年12月のドクマイ海戦直後にアメリカ政府によって解散させられた。クーンらは1945年に釈放されてドイツに強制送還され、1951年に55歳で病死した。ありがとうございます。